こんにちは、メイクアップアーティストの兵藤さゆりです。今回ですね、アットコスメストアにやってきたということは、視聴者ゲストさんとのお買い物とメイクレクチャー動画になります。ということで今回はですね、33歳会社員の視聴者ゲストさんにお越しいただきました。それではお願いします。今回はご応募いただいてありがとうございます。今回ご応募いただいた理由お伺いしてもいいですか？家庭環境がメイクすることに対して否定的な価値観の家で育ったので、価値観を打破したいと思って応募させていただきました。ありがとうございます。顔下半分が長いっていうのがすごいコンプレックスで、はい、させていただきました。わかりました。で今回はですね、自分の個性を楽しむとか、あとはそのご自身にとってもしっくりくるようなメイクっていうのをご提案したいなと思っております。皆さんもなんかこう自分の個性に合ったメイクがわからないとか、自分のファッションに合わせたメイクの考え方がわからないという方もたくさんいらっしゃると思うので、ぜひ皆様これからコスメ選んでいきますので参考にしてもらえたらと思います。事前にコスメのポーチ、お手持ちのコスメを見せていただいたので、ちょっとそれの想定でね、活かせるものは活かして、プラスしたいものは、追加で購入していきたいと思います。お願いします。行ってきます。じゃあまずベースメイクいきましょう。今はすっぴん、日焼け止めだっけ？はい。めちゃめちゃお肌綺麗なんかファンデーションちょっと抵抗感あります？先生、厚ぼったく見えちゃいますね。確かにお洋服とかも結構こうカジュアルな、アクティブで動きやすいおしゃれな感じなので、ここでファンデーションが厚くなっちゃうと一気に顔だけちょっと重い印象になっちゃうと思うので、今回こうみずみずしくて素肌に化ける、ね、こんなファンデーションを選びたいと思います。カネボーのライブリースキンウェア、かなりこうみずみずしい質感でお肌も軽く仕上がるので、ちょっとこちらね最適かなと思います。はい、ニックネーム畑さんのお肌そんなに気味が強くないので、まあ気味強くないなって思ったらピンク系でちょっと合わせてみると、まあ比較的間違いないかなというふうに思います。こちら行きましょう、はい、チャリーンとか一緒なんかあれだわ次はね、アイシャドウちょっと見たいと思うんですけど、なんか何色好きとかあります？最近黄色とピンクが、あ、いいですね。なんかこういうファッションもちょっと差し色で明るくなりそうな気がするので、これ私もすごい好きって動画でもお話ししたと思うんですけど、これは透け感マットでめちゃめちゃ誰でもおしゃれに決まるシングルアイシャドウなんですね。じゃあ色は、私はねこのインミッドサマーっていうカラーがありまして、イエローオレンジっぽい感じなので、今回グリーンのこの首元にグリーンのカラーが来てるので、こういうちょっと反対色に近いようなものを選んであげると結構おしゃれに決まります。補色を選ぶことによってグリーンとちょっと黄みがかった色を合わせることによってよりおしゃれ感が出ます。隣に来まして、大さじ、なんか大さじ雰囲気に合いません？畑さんのマスカラさ、マスカラどうしようかな。なんかグリーン系で挑戦してもおしゃれだと思うし、それともブラウン系でブラウンにしてもいいと思うし、じゃあ2個買います。買いました。あと顔下半分、鼻の下が長い、あ、人中ね、はい、人中ですね。あー、なるほど、わかりました。人中と、まあ、かつ輪郭もちょっと気になるみたいなってことですね。わかりました。で、そしたらとりあえずその輪郭の部分に関しては、やっぱり3 の, シマリングデュオもすごくいいんですけど、ブワーって血色広げられた方が、私の動画いつも見てくださってる方はわかると思うんですけど、やっぱり顔下半分の印象柔らかく操作しやすいので、今回はちょっとパウダーのカラーチークも買いたいと思います。今回はチークをこちらにして、リップをもうちょっと軽めにしたいと思います。せっかく今日グリーンの差し色がお洋服で入っているので、このグレージュカーキ、これただのカーキではなくってグレージュなので、緑すぎずにすごく使いやすいと思うんですね。お洋服の差し色にグリーンのアイシャドウとかなると結構くどくなっちゃうので、グリーンのアイラインでちょっと際、色入ってるのかなぐらいが、畑さんみたいにこうナチュラルテイストの方は特に取り入れやすいと思うので、アイラインじゃあ取りに行きましょう。ちょっと何が何だか分からずなんですが、すごいこう心がときめきますもう初めて、多分すごい興味あったんですけど、そのリップグロスをこっそりこう小遣いで買ったのを見つかって死ぬほど怒られたってことがあって、でそれですごいこう悲しい記憶になってしまって、イメージついちゃったのがあるなと思ってはい、ではではリップ、みんな大好きキスのリップアーマー。色持ちは抜群なんですけど、透け感があって本当に軽いので、畑さんのこのテイスト
ナチュラルな感じとか、ベタってリップ塗るの嫌だなって思ってらっしゃる方ねいらっしゃると思うんですけど、そういう方にもとってもおすすめです。こちらのスチームヌードのカラーすごく合うんじゃないかなと思っていて、すごいみずみずしくて透け感あります。すごく畑さんに合うと思います。ちなみにさゆさんはこれどの色が一番好きですか？私はこれかな。あれ、かわいい。ちょっと私くすみピンク系好きなんで割と。マイマスカラ買うの忘れたんでマイマスカラ買いに行きます。マイマスカラは結構必須ですか？必須じゃないと思うけど、綺麗に生えてるからこそちょっと色をのせるだけで映えるメイクができると思います。なんか眉が綺麗な人ってね、そのままでもいいから、そのままな人結構多いんですよ。まあ、だからこそちょっと色加えてあげることによって垢抜け感より出るかなと思います。じゃあ眉マスカラいきましょうかね。眉マスカラはいやーレディポップもいいかなと思ったけど、なんか実際拝見したらちょっとブラウンでもいいのかもって。こっち見てもらっていいですか？メガネ外してもらっていいですか？ちょっと儚げ系か、もしくは赤リップでバチンと引き締めるんだったらレディーパープル。今回はちょっとアイシャドウイエローみも入ってるし、リップも軽めな感じで、より普段のこの畑さんの本当にファッションに合う感じにしていきたいなっていう風に思うので、ちょっとブラウン要素がある方がいいかなと思います。ブラウンにしたいと思います。はい、はい、ということでちょっといろいろ買えましたので、今から購入してメイクに行きたいと思います。では一回行きましょう。ではでは、はい、こんな感じで買ってきました。どうでしたか？すごい、決めきました。では早速中身を見ていきましょう。はい、ファンデーションのインスのアイシャドウポイントですね。あと私の強いテクスリップリップアーマー風味のマスカラと、あとマスカラも買いますか？はい、皆様ちょっと書き換えないなとグラです。はい、畑さんのファッションにも合った、こう皆さんもね個性の出し方すごく参考になるんじゃないかなっていうようなメイクテクニックをご紹介していきたいと思います。はい、じゃあちょっとお手持ちのコスメ見せていただいてもいいですか？はい、なんかめちゃめちゃシンプルながらセンスを感じるんですけど、なんかどういう風にコスメ普段選ばれてるんですか？これは全部もらいもの。すごい、今回ちょっと使えそうだなと思ったのが、はい、3のシマリングデュオと、はい、トムフォードのアイシャドウの締め色ですね。あとはプレードフォーフォーテの下地も補正力があって軽く仕上げたい時にとってもいいと思うので、ここら辺はしっかり使っていきたいと思います。はい、逆にチークはちょっと畑さんのテイストからすると可愛すぎる感じっていうか、なんかそんな感じしません？はい、キュート寄りな感じなので、はい、ここら辺はよりちょっと大人っぽい買い足したチークで使ったりとか取り入れていきましょう。はい、メガネずっとしてるんですけど、メガネしてると少しこう世間とフィルターがかかる感じがして、なんかこうちょっとわかるかもそれ。素敵な人たちの中にこう入っていくなんておこがましすぎるので、なんかこうちょっと中性的に寄せてる感じみたいな。そもそも全くそういうテイストにするのに興味がないわけではもちろんないけど、はい、ってことですよね。そうです。あー、なるほど、わかりました、わかりました。頑張りすぎない女性らしさとかもちょっと出せるといいかも。まずはベースメイクからいきたいと思います。はい、今回はこのお手持ちのこのプレードフォーフォーテのですね、この下地ね、すっごくいいと思いました。やっぱ軽めなメイクにしたい、軽めなファンデにしたいときは下地はある程度こう補正力があるものを使うと素肌を生かしたメイクしやすいので、こちら使っていきたいと思います。なんか普段どんな感じで塗られてますか？こうって、はいはい、叩く、わかりました。これこう、この意味は何ですか？このこういうもんだと思って来てしまって全然大丈夫です。あと反対側塗っていきましょうか。はい、こういう感じでペペペってやったと思うんですけど、はい、もうちょっと優しく中央からこうスライドして、あとは今日はコンシーラーとか使わないので、結構この目の下ですね、このクレドコをちょっと補正力がある程度あるので、目の下のところはちょっと重ねて塗ってあげるだけで、コンシーラーなし軽めのファンデでいくんだったらかなり綺麗に仕上げられると思います。これ全然違くないですか？皆さん、下地だけで目の下の幅、例えばちょっと明るいです。なんかやっぱりその最小限のコスメでいくのであれば、ちょっと塗り位置とか、じゃあこれここにも重ねとこうかなみたいな、そういうことがかなり大事になってくると思います。あとまぶたの上あんまり濡れてないのかなっていうふうに思うので、はい、しっかり塗っておくと、どうですか、目周り左右で結構違くないですか？全然濡れてないですね。何もない
濡れてない感じがします。そうですね、なのでもしかしたらそれがちょっとペチペチ叩いちゃっていたので、あの手が取っちゃってたっていうのもあると思いますし、なのでちょっとこっちもね、あの塗らせてもらいますけど、こんな感じでちょっとベースの時点でだいぶお肌皆さん綺麗に見えてるかと思いますが、今からですねお待ちかねの初めてのファンデーションということで、このくらいめちゃめちゃ軽く薄膜張ったように仕上がるのが特徴なので、ファンで塗ると肌汚く見えちゃうとか厚塗り感嫌って方にはおすすめです。全部には塗らないで部分的につけたいと思います、はい、まずはこの目の下の三角ゾーンですね。そしたらこれからアイメイクをするまぶたの上ですね。色物をのせる土台の部分は基本的にファンデだったり肌色があった方がいいので、で余ったものでちょっとかな、口周りも綺麗なんですけど少しだけ本当にここに塗ったら厚みでいう半分ぐらい、基本的にはこの中心に塗ってる感じですね。本当に少しお肌の土台がトーンアップして、これだったらファンで塗ってるって言われなかったら分かんないんだけど、でもファンで塗った後の方が綺麗ですよね。すごいめっちゃ軽くないですか？あの厚くないです、うんうん、この感じだったらファンでいけそうですか？理想的な。よかったです。いきますそうそうそういいですね。薄めのファンではあんまり横にビーって伸ばしすぎると全部剥げていっちゃうので、その場でなじませていく感じ。じゃあすごいいいタッチ、めちゃめちゃ綺麗です。眉は結構毛があるとこうやってやってるとなじまないので、はい、こういう感じで入れ込んじゃう感じにすると結構眉アイテムの発色がね良くなります。やっぱ口周りも少しだけ色補正することによってリップの発色も綺麗に見えるので、でも加減すごい上手じゃないですか、はい、これならファンでいけそうな感じしますか？そんな気がします。良かったです。じゃあちょっとお手持ちのパウダーを使ってパパッと、じゃあちょっとパウダーしていきます。軽く目閉じていてください。うん、めっちゃいいんじゃないですか。超ナチュラル。でそしたらパーツメイクですかね。アイシャドウどんな感じで使ってます？普段ごめんなさい、アイシャドウは、はい、なんかこのピンク色のを全体的に濃い色を目尻に、はい、うん、ありました。じゃあちょっと今日はそれにプラスしてこの品質使っていきましょうか、はい、なんかこの柔らかさもありながらピンクじゃないんだけど女性らしさも演出できるような目元にしていきたいと思います。今回はゲストで珍しく目元抜きじゃないパターンですね。そうなんです、私いつも目元抜いちゃうので若く見せるとか輪郭の形を改善していくみたいな要素が大きくなってくると目元ってあんま関係しないんですけど、自分の個性を出すっていう風になると目元印象ってすごく大きく作用してくるので、今回はそこにあえて色とインパクトを出していきたいと思います。どうですか、結構ね今回は広めに塗ってみました。このちょっとミルキーな肌なじみのいいカラー今回は選んでますから、ちょっと全体にこのマット透けマット質感を生かすように柔らかく広げてます。どうかな、このグリーンの首元の色味とこのちょっとオレンジイエロー系で補色の関係、補う色の関係なんですけど、一気にこなれ感出てません？めっちゃおしゃれ感ね。これ結構マットなのもポイントだと思ってて、ちょっとスウェットっぽいお洋服にラメキラキラってなると、なんだろう、このどっちのテイストなんだろうなってなっちゃうところが、ちょっとカジュアルな透け感マットなことによってすごい服の質感とマッチしてると思うんですよね。スウェットの質感と似てません？なんかこのマットな、はい、マットっていうかふわっと柔らかい感じと、ふわっと柔らかい感じ、下まぶたにもがついちゃいます今日は、まあ、下と上でアイシャドウをつなげることによって目幅が下に下がって見えるのでバランスはすごいいいと思います。ちょっと言葉が出ない。あとはそのメガネをかける方もあんまりこう色をパキッと固めすぎちゃうとちょっときつく見えちゃったりするので、メガネかけてもちょっと柔らかい色に見せたい人はグラでとグラデーションに広げてあげるのはすごいいいと思います。え、めっちゃ可愛い。え、可愛い、可愛いおばさんになっちゃった。でもなんかすごい可愛らしくて丸さがあるので、ちょっと横の印象出
してもうちょっとすっきり見せるといいと思います。このブラウンをね、締めで使っていきたいんですけど、これ結構暗めなんですよ。なんで今日はちょっとこういう感じで、本当はね、レンガ色っぽいブラウンがあるとすごい素敵だと思うんですけど、際に置いて上に向かって柔らかくなるようにポンポンってぼかしていくイメージ。ちょっと際が深さがあると一気に凝ったメイクに見える。あと伏せ目になった時の印象がちょっとめちゃめちゃ綺麗じゃないですか。一重とか小二重の方の方がいわゆるまぶたの面積って広いじゃないですか。こうかぶさったり重くなってる分、なのでアイシャドウの色はめちゃめちゃ綺麗に乗るんですよ。でもただみんなが悩んでるのは多分腫れぼったく見えるとかそういうところだと思うので、そこはそのちょっと濃い色、さっきもグラデーションにして際の方からちょっと濃いめのブラウンを上から上にこうわっと広げたと思うんですけど、際をこう濃い色で締めてあげることによって腫れぼったく見えてるのが少しバッと引き締まって見えるので、締め色をうまく使うっていうことさえすれば絶対二重の人よりもアイシャドウの色味の見える面積が大きいので綺麗にアイシャドウ楽しめると思います。ではアイライナーいきましょうか。はい、アイライナーはね、これすごい可愛かったんですけど、リンメルのカーキ、このくらいな可愛いカーキのカラーです。この首元の差し色と同じカラーでちょっとメイクにも差し色を入れてあげるとめちゃめちゃメイク上級者感出ます。ポイントはお洋服の差し色ってやっぱ目を引きますよね。ここにあグリーンあるなってすぐ分かるので、メイクの方ではあグリーン使ってるなってすぐ分かるくらいしちゃうとちょっとくどいですね。なので今日はアイラインぐらいちょっと狭い範囲でいきたいと思います。これがカラーマスカラでもいいし、例えばグロスのラメ粒にちょっとグリーン系の変更パールが入ってるとかでもおしゃれです。アイライン普段引かないでしたっけ？はい、見たことないです。あどうですか？ほぼ初アイライナー。あ、いや本当に初めてなので、その自分の目にそもそもその私きっとなんか合わないと思ってたんですけど、こんなに自然に羽上げの角度とかもほとんどつけてなくて、ちょっと横にまつげ1本抜けたかなぐらいな感じではみ出すように塗ってます。目元的に目の形が丸いので上のまぶたの平行というか延長線上に引くと結構垂れ目になっちゃうと思うんですよね。で垂れ目で可愛くなりすぎるのはちょっとファッションのテイストとかお話しされてる感じと違うかなっていうふうに思ったので、こっからここしか引いてないですね。目頭のこっち引いてないんですね。目頭からこう全部引くとやっぱ頑張ってる感じになるし、私とかは逆にしっかり見せたいときは絶対目頭は結構引くんですけど、逆にラフな印象に見せたいとか頑張りすぎてない印象に見せたいときは黒目の上ぐらいから再度引いてます。なので同じ細さでも同じ目尻の感じでも目頭から引くのとちょっと黒目の上ぐらいからちょっと抜けるように引くのと違うと思うので、ビューラーはちょっと目尻だけ上げました、はい、目尻だけ上げるコツってありますか？ここだけ使う、こういう感じ、ここ挟まってるやつ、ね、ちょっと反対の目尻と、こういうこと今挟まって痛くないですか？目頭側も浮いてる感じですね。浮いてますね。じゃあマスカラいきますか、はい、塗らなきゃ、そのどっちにも塗らなきゃいけないもの、まつげは全部上げなきゃいけないものみたいな感じで入ってしまうので、なんかそれが別にしなくてもいいってことだけ教えてもらえるだけで確かに広がる。おそらく一生していかないと思っていたメイクをこんなに初めて綺麗にしていただいたのと、なんて言葉が嬉しいです。さっきのお話にもあった通り、その全部やらなきゃいけないみたいな呪縛ってあると思うんですけど、なんかそれを決して全部やらなきゃいけないわけじゃなくて、半分だけでもいいし、ちょっと端だけでもいいし、なのでそこからちょっとずつちょっとトライしてみて、あ、これ自分的にはやりすぎだなとか、そこら辺を発見していってもらえると、あの何でも自分に似合うメイクにできちゃうじゃないかなと思います。次は眉毛いってアイメイク完成にしましょうか、はい、ちょっと目元を明るめな感じに仕上げているので、眉毛も、まあ、暗めも合うけどそれに合わせて今回は少し赤みの入った眉マスカラ使っていきたいと思います。こんなのでいい気がするな。あ、全然こっちのがふわっとふわっとしてますよね。
ポイントとしては眉がしっかり生えていて髪色も暗めで、でも明るめの眉マスカラを使ってるってパターンなんですね今。なので全部ベターって眉毛を明るくしちゃうと浮いちゃうと思います。なので眉頭、ここは裏に入れて表につけて結構明るめにしてます。で眉尻の方っていうのはよりこう自然なグラデーション、塗りつぶして眉だけ明るいよって感じに出したくないので表面だけ撫でるようにしてつけてます。毛にだけ色をつけます。皮膚につかないです、絶対。なんかすごいいい、あやっぱね、力が強すぎる人よりはまだやわやわっと柔らかい人の方がうまいんですよね。ちゃんと綺麗にしてる感じがグッと出ます、うんね、どうですか皆さん。こう見るとメイクって統一感めっちゃ大事だなっていう風に思いますよね。こうお洋服のファッションのよりおしゃれ感みたいなものが引き立ってると思います。最後リップチークいきましょうかね、はい。あの結構カジュアルめのメイク、軽めのメイクをしたい時ってなんかリップ割と抜きがちじゃないですか。なのでなんかチーク先にやっちゃうとチーク薄すぎて顔色悪く見えたりとか、なんか逆に濃すぎてみたいな調整しにくくなったりするので、今回はちょっと淡めのリップから合わせていきましょう。でチークで足りなかった血色分だけ補うって感じ。なるほど。もうなんかすごい軽めな色味で素敵。ちょっとティント系なので若干見た感じよりも色はちょっと私は予想よりも少しだけはっきり出たかなって思いました。ティントって結構こういうことあるので、塗ってからチーク合わせるとか、今日初めて使うリップの日はリップ使ってからチークの方が危なくないかもしれないですね。でちょっとエクセルのチークを使おうと思って購入してたんですけど、結構あのリップ唇に寄せた時に色もしっかり出たので、やっぱりそのおもながかんですね、チークで緩和しようかなっていうふうに思っていたんですが、あのアイシャドウも結構下まぶたがっつり塗っていたり、眉毛もアイブロウマスカラで軽さが出て、どっちかっていうとこの上に印象っていうよりかここの印象がちょっと軽く下がった感じ、柔らかくなった感じなので、チークで操作しなくってもすごい素材生かしたままいい感じにおものが改善されてきてると思います。なので今日はちょっと使いたくて買ったんですけど、お手持ちのこの3のシマリンググローディオの方を使って、まあ、ちょっと素材を生かしたツヤ感をちょっと最後に仕上げでつけていきたいと思います。結構使ってますね。これを内側に入れていく感じがいいと思います。ってなるとちょっと引き締まったヘルシーなツヤが出るので、外の耳前に置いてこう三角になるように引き締めていく感じ。横顔をきれいにする意識で眉尻の眉マスカラとか、横からの引き締めとか、ちょっとした目尻のラインとか横を意識すると素材生かしたきれいめな感じに転びやすいので、ちょっと甘々が苦手な方はサイドからのバランスっていうのを意識するといいと思います。ここをちょっとしっかりしているのが気になるってことだったんですけど、私的にはなんですけど、この C の字のハイライトとかはここがあるからこそ、なんだろうな、洗練された感じに見えるっていうか、いい骨感のバランスだと思うんですよね。骨感を生かすことによって可愛いパーツとのバランスが取れるかなっていうふうに思います。じゃあこんな感じで完成です。ありがとうございました。ちょっとじゃあ髪の毛ちょっと整えてしましょうかね。違和感あるっていうお悩みもあったと思うんですけど、そこはいかがでしょうか。いや全くここがコンプレックスだったんですけど、それは別に気
にしなくていいよとおっしゃってくださったり、うん、消すためのメイクじゃなくないメイクを自然にできてる感じがして、うん、すごく嬉しいです。よかったです。ありがとうございます。ぜひ皆様もあのシングルアイシャドウ自分に合うの1個取り入れてみるだったりとか、可愛くなりすぎないテイストにするには正面よりも横顔を意識するっていうところもぜひ皆さん活かしてもらえたら嬉しいです。ありがとうございました。畑さん、それでは、また皆様次の動画でお会いしましょう。動画の感想もたくさんコメント待ってます。ではバイバーイ。バイバーイ。